5月11日から、平野翔27、岸優太28、神宮寺優太26による3人組グループ、ナンバーアンダーバーアイ、ナンバーアイが出演するサントリー、ビアホールの CM が放送され、注目を集めている。23年5月に、キングプリンスを脱退して1年、新天地での3人は話題にことか,かない。貴重なオフショット、すごい。 滝沢秀明社長、T シャツ短パン姿で沖縄バカンスを満喫。今年1月に、ボートで配信デビューし、民放の音楽番組に多数出演しています。4月15日には、アメリカで開催された世界最大級の音楽フェスティバル、コーチェラの特別ステージに立ちました。5月27日にミニアルバム、ナンバー r リングをリリースし、6月にアルバムを引っ下げて東京を。 有明アリーナでライブを開催します。スポーツ紙芸能記者、躍進を受け、所属芸能事務所、東部、社長の滝沢秀明氏、42、は、平野たちを次のステージに立たせようとしている。中国進出を考えているようです。滝沢さんは4月21日に7人組グループ、IMP。IMP、を中国、四川省の音楽フェスティバルに参加させ、 23日には社長自ら中国版 SNS、ウェイボー、ウェイボーの運営会社に足を運ぶなど、現地の音楽、IT 関係者とパイプを構築しています。東部でも勢いのあるナンバーアンダーバーアイを中国で活躍させようとしているのではないでしょうか。レコード会社関係者、ヘイヤラは22年に金プリ、脱退を発表した際、 やめる理由の一つに強い海外志向があったことを明かしている。そんな3人にとって、中国進出プランは目標に近づく足がかりになりそうだ。近年、勢いのある K-POP アーティストは、まず若い世代の人口の多い東南アジアに進出し、そこからアメリカ等に市場を広げる手法を取っています。滝沢さんも、ナンバーアンダーバーアイを中国等アジア圏の音楽イベントやライブに出演させ、 アメリカやヨーロッパ進出へ繋げたいのでしょう。前室、レコード会社関係者、今年1月のデビュー以降、ナンバーアンダーバーアイの仕事は途切れない。一見、新天地での活動は順調に思えるが、陰りが見え始めているという。平野さんと岸さん、神宮寺さんの間に、格差、ができつつあるんです。平野さんは今年、サントリー、神緑、水、やボシュロムジャパン、 反動無比、シリーズといった有名企業の CM に出演し、イヴ・サンローラン・ボーテのアジアアンバサダーに就任するなど、ソロでのオファーも殺到しています。一方で、岸さんと神宮寺さんはファッション誌等の出演はあるものの、キンプリ、時代に比べると、ソロ仕事が減った印象は拭えません。現在のグループは、平野一強、になりつつあるんです。芸能プロ関係者、 全室の芸能プロ関係者は、平野依存が強まっているように見えるのは、滝沢プロデュースの手法も関係しているのではないかと推察する。旧ジャニーズ事務所は、金プリ5人の得意分野を活かし、時間をかけてソロでもバランスよく売り出していました。個々の活躍があったからこそ、結果的に金プリ全体の価値を高めることにつながったと思います。一方、 滝沢さんは平野さんを絶対的センターに据え、彼を集中的に売り込んでいる印象を受けます。ただ、今のままだと、平野翔がいるグループから抜けきれず、グループの人気も頭打ちになりかねない。ナンバーアンダーバーアイを世界進出させるのであれば、岸さんと神宮寺さんが飛躍できるかも重要です。ナンバーアンダーバーアイは、デビュー曲、ゴートのように、間違いじゃないアンサー。 を出せるか